こんにちは、ゴッドコータンです。今回はポケモンがたくさんいるマインクラフトの世界でサバイバルをやっていきたいと思います。なお手持ちのポケモンが全滅したら僕はリスポーンできませんし、ポケモンたちも復活することはありません。そんな縛りでサバイバルをやっていきたいと思います。そんでもってゴッドコータンはね、今からネザーに行こうと思うんだよ。唐突にって思う人もいるかもしれないけれども、僕のパーティーを見てほしいんだ。僕のパーティーは水タイプが多い。パーティーが5体いるんだけど、そのうちの3体は水タイプだし、残りの2体は岩タイプとノーマルタイプで、炎タイプがいないんだ。で、ポケモンモッドにおける炎タイプは、普通の動物のことを殴らせた時に炎が出るんです。そうなったら動物さんが燃えて焼肉なんかを手っ取り早く入手することができるんだよね。つまりとても便利なんです。なので今からネザーに行こうと思っている。と、その前にゴッドコータンは少し準備をしたいです。その準備っていうのはポケモン図鑑。前ポケモン図鑑持ってたんだけどね、不慮の事故でどっかに落としてしまって、今のところそのポケモンがどういう性質を持ってるのかとかを特定する手段がないんだ。そこで手に入れるべきなのがこのロトムフォンというアイテムです。銅のインゴットを横端に、ダイヤモンドを端っこに、最後に真ん中に、こうすることによってできるのがこのロトムフォン。まあ第8世代ポケモンの剣盾にて登場したポケモン図鑑の派生版です。ロトムというポケモンがスマートフォンに入った姿なのかな。右クリックをすることによってボックス、回復ボックス、それから近くにいるポケモンたちのレア度なんかを確かめることができる、そういった機能満載のスマートフォンなんですよ。これを用いてネザーにいるポケモンたちを捕まえていこうと思っています。今日はそういう動画です。すごいでしょう。今のところまだ一回も噛んでないんだよ。ネザーゲートを作るよ。作る手段はバケツを使った溶岩と水での黒曜石を利用したネザーゲートだ。最初にここに水を垂らしておいた。溶岩湖は近くにあるので、そこを10回往復することによってネザーゲートを作ることができるという算段ですよ。それでは行きましょうか。ジャブ、ヤ、ジャブ、ニャ、お、チ、ン、ポ、タ、ラ、ン、ギ、リ、ノ、マ、ホ、ウ、ン、コ。よし、これでネザーゲートが開通するというわけですよ。ということで、着火！よーし、ネザーゲートが開通しました。日の光をバックに、かっこいいゴッドコータンのこの光景は、今からネザーの中へ大冒険へ行く戦士のものですね。なかなかかっこいいものではないですか。それでは行きます。ネザーにいるポケモンは一体どんなポケモンだ？僕、まだ見たことないんですよ。ただいま。お、なかなか青色の森のゲートってのはとても運がいいですよ。ネザーゲートの場所がわからなくならないように、しっかりとここで目印をつけておきましょうか。さあ、ネザーにいるポケモンとやらは一体どこにいるんだ？そしてどんなポケモンなんだ？個人的にはね、炎タイプか、もしくは毒タイプとか鋼タイプも欲しいかな。僕が好きそうなポケモンがいたらなお良しです。マップをちらっと見る限り、結構僕の好みのポケモンが多いんだよね。キノコっぽいやつとか、あとボクレーとかさ、虫みたいのもいるじゃん。こいつらちょっと気になるな。つってもあいつらでどこいんの？こういう溶岩の中泳いでたりするのかな。あ、え？お、ボクレー。お、ボクレー。かわいいな、ボクレー。え？お前一人称ボクですか？僕、幽霊で、僕で、かわいいねー。よいしょ。よし。これできっと僕霊は僕の仲間になってくれるはずです。あ、残念。なってくれなかったようですね。少しだけ攻撃をしてみるかな。アイスエイジで様子見です。いきますよ。アイスエイジはあんま強くないのでね。じゃあ、怒りの前歯。この怒りの前歯は、あ、そっか、相手ゴーストタイプだから、ノーマルタイプのこっちの技効かないぞ。じゃあ、噛み砕く。これは悪タイプなので、効果抜群です。いいダメージ入りましたね。で、この状態、ちょうどいいので、捕獲しましょう。モンスターボールで。さあ、よーし、来た。ボクレーよろしく。じゃあ、早速ボクレーを出してみますか。ヤッホー、ボクレー。かわいい。うわ、かわいいなんだお前、クソかわいいじゃんか。え、ちょっと写真撮ろうぜ、写真。かわいい。お、ちょ、え、戻る。危ないな。ポケモンって無茶するからな、こいつら。僕がね、攻撃を受けたりしたら、こいつら勝手に戦いを挑むんですよ。勝てもしないのに。ちょ、
ほんと死んじゃう。危な。バカ野郎。じゃあちょっとボクレイについてポケモン図鑑で見てみようかなっていうふうに思う。これどうやって見るの？あ、そっか、回復ボックスここにあるから、ボタン押すだけで回復できるわ。で、ボックスの中もある。あ、これいいわ。これって、ロトムフォンって、ポケモンの詳細な情報は教えてくれないんだ。じゃあ、調べるか。なるほど。植物と幽霊。この二つのモチーフのもとを作られたポケモンだそうですね。暗い森に生息して、人の悲鳴のような不気味な鳴き声で鳴くのが特徴だそうですよ。ちなみにこの人、通信交換といって、お友達と交換することによって進化することができるらしいです。まあ、シングルプレイだから交換しようにもできないんだけどな。にしてもお前かっこいいな。なんかトロフィーみたいだ。じゃあ名前をつけてあげような。木の精霊ウドエルだ。かっこいい名前だろう。ウドエル、ウドの大木とかって言うじゃないですか。炎属性のポケモンで僕が唯一好きなポケモンがいるじゃないですか。マグカルコです。知ってますか？マグマとカタツムリの足して2で割ったような、そんなポケモンなんです。あそこにいるのわかるかな。捕まえたい。だから捕まえるよ。ちょうど炎タイプだ。うちのパーティーは水タイプが多いからな。だからちょうどいい。ただ溶岩の真上となったら、さすがにポケモンのことをここで召喚したら死んじゃうだろうな。いいようして戦闘。あ、一旦 G をして、やっぱ逃げよ。どうしような。ボクレイがさ、こっち側に来た時の、その、お、僕れ瀕死？うど、あ、そっか、あ、マジか、そっか。いやね、その、なんだろう、ウドエルをさ、戦いに出した時の鳴き声がさ、溶岩に当たって苦しんでるような音に聞こえちゃってさ、やばい、これは、早く戦闘切り上げないとって思って、切り上げたら、今度はウドエルが戦闘時の無敵モードが解除されちゃって、溶岩の中で普通に燃え死んだっぽい。効果抜群だからか？はマジかよ。出会って1分も経ってないのにこんな悲しいことあるか？もともとお化けだから、こいつが死んでもまだ使えるっていうガバガバ判定じゃダメ？まあダメだろうな。お化けだとは言っても、一はポケモンだしな。ダメだ、ボックスの中入れられないわ。死んでしまったんだったら、仕方がないな。とりあえず、炎タイプのマグカルゴを捕まえることを目標とする。お前がボクレイを倒したと言っても過言ではないんだからな。直接モンスターボールを投げてみよう。こうすることによって、なんとかなるはずだ。来い？そんな強くないはずだから。おーおー、怒ってらっしゃる、怒ってらっしゃる。怒んなくていいんですよ、マグカルゴ。僕、炎タイプのポケモンの中で唯一あなたの見た目好きなんです。体温の温度がさ、太陽の表面温度よりも高いっていう噂の。もうガバガバ図鑑説明、おなじみの体温めちゃくちゃ温度ですよね。これヨガの中にボール入っちゃってるけど、消えないかな？捕まえられてるのか。バカ！ね、ほんともう、マジでマグマキューブ嫌い！はぁ、最悪だ。モンスターボールとかたくさんアイテムあったのに、こんなところでくたばるとか、最悪すぎる。絶対死なない、絶対死なない。だって、ボクレイのことを失ってしまったんだぞ。なんで、ネザーに行って死ぬなんて、そんなクソなことがあって。出会って2秒で死ぬってあるか。そんな。え？バカバカ、待って。まずちょっと、捕まえたい。まずちょっと、あのな、悲しみに暮れないといけないな。ちょっと雨も降ってるし。ボクレイさん、あざした。よっしゃ、あちゃんもいたから捕まえよう。モンスターボールがない。くそ、はい、あ、ちょっと待って、とりあえず僕でお前、バイバイ。あ、バカ。やった。今回の目的である炎属性のポケモンは現世にいたとしても捕まえることができるんだ。御三家であるアチャモです。第三形態にすることによってバシャーモという鬼クソ強いポケモンになるんですよ。僕はウルトラサンムーンの時に死ぬほど苦しめられました。バシャーモに進化させたらどれだけ心強いか。行くよー。バスラオを召喚します。行きますよ。待て。バスラオだと、さすがにあれだな。こいつ特性が強すぎる。適応力だから、水タイプの技を放つと2倍になってしまうだろ？それはちょっとね、厳しい。こいつが死んでしまう。
アチアモかな。だから先にブルンデルことジェルジェルを放とう。こいつであれば別に水タイプの技も効果抜群は出せるけれども、そこまで高い火力にはならないし、自己再生っていう自分の体力を半分回復してくれる素晴らしい回復技も持ってるから、自分が死ぬ心配もあんまりない。バブル光線、相手は飛び跳ねましたね。何のために？バブル光線だ。あ、飛び跳ねて今空中にいるので当たりませんでした。じゃあもう一回バブル光線。おっ、耐えろ。おし、危なかった。いけ、危ない。おし、じゃあ捕獲いくよ。御三家であるポケモンは野生で出現するもののなかなかスポーンしないんです。なのでアチャモがここに出てきたのは僕が相当運がいいということになりますね。あら、そしてまた飛び跳ねましたね。ここで飛び跳ねられるとちょっと怖いんだよな。攻撃受けてしまうと死ぬ可能性があるから、一旦防御力が高いゴンブトにしましょう。ゴンブト足の助、ほらほら、耐えた耐えた。さすがお前、耐久力だけは自慢できるからな。捕獲いいぞ。アチャモさんは攻撃力が高いポケモンなので、物理防御力が高いこの石変人さんの耐久力にしてしまえば、アチャモ程度の攻撃へでもないのです。よっしゃ、これはポジティブに捉えようぜ。僕レイちゃんが死んじゃいましたが、あそこで死んでなかったら僕前世には戻ってませんでしたからね。ある意味では運がいいのか、不幸中の幸いというべきか、あなたが巡り合わせてくれたポケモンであるこの超レアなアグチャモです。じゃあ進化、ちょうど進化できるっぽいですよ。できたー。若シャモです。シャモっていう鶏がいるんですよね。ちなみに若シャモはちっちゃ、かわいい。こんなつぶらな瞳してんのお前。お前の名前は今日からささみエビフライだ。鳥要素と、それから見た目要素だな。見た目がエビフライっぽいから。なんか、鳥なのか、魚介類なのかわからなくなってきた。そして僕のパーティーで、結構珍しいよね。こういう、割とメジャーなポケモンが出てくるっていうのは。あんまりさ、僕のポケモンのパーティーって、結構マニアックなポケモンばっかりなんだよ。僕のかつての相棒である、この細目ヤマカシ、もう炎属性の第二進化御三家でした。こいつの意志を受け継いで、あなたは頑張ってください。ふぅ、ということで今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。今回はネザーを開通させて新しいポケモンであるボクレイと、それから若シャモを手に入れることができました。次回からはそのネザーに行って、まあ、エンドラを倒すための準備とか、あと伝説のポケモンをそろそろ捕まえたいなっていう風に思ってる。レベルアップだな。次回はレベルアップの時間にしましょう。ってことで、バイバーイ。